レンゲミネデラは、新潟県佐渡市にある新言州地山派の寺院。大道元年、新言州の海祖、空海の海山という伝承を持つ。三号は消費営山。金剛寺、室宇寺と共に、新言の三大聖地の一つとされる。佐渡市国八十八札所の第六番札所。資料によって、レンゲポージと記すものもある。 創建の時期や事情については明らかでないが、自伝では大道元年、佐渡が京都の会場の肝にあたることから、王城鎮護の令状として、空海によって開かれたという。解山の年を大道二年とする伝承もある。また、800年代中期に天台像によって開かれたとする遺説もある。伝承によれば、経過より空海に、 伝法の印として伝えられた三書を奪い返そうと、唐の僧侶たちが海岸まで追いかけてきたとき、空海は東方に向かい、密教園のところに生きて、我を松しと三書を投げ上げたという。このうち、五古書は、のとみつけ島に、三古書は、高野山に、徳古所書が、佐渡の消費営山に飛来したとされる。同じく王城鎮護の山とされる、比栄山とは、五所から見て、 同一線上にあり、このために消費営山と呼ばれたとされる。これに対してなどいくつかの遺説がある。周辺の山々の様子が八王の蓮華を思わせたため、次号を蓮華峰寺とした。江戸時代中期の最盛期には、佐渡国を中心に四十か、寺以上の松寺を従え、徳川家の病所ともなった。佐賀天皇の直眼寺であったとも言われる。小高い山に囲まれた家地に、 近道を中心として、三門、客殿、栗、手老、愚峰堂、お玉屋、骨堂、八角堂、八祖堂、三能権現社、消費営神社など多くの建築物が現存している。慶安五年に起きた、消費営騒動の戦火で、客殿、栗を消失したが、室町時代前期の混流と考えられる近道を、はじめ、愚峰堂、骨堂などは、喪失を免れ、 南北朝時代から江戸時代初期に至る各年代の建築様式を良好に保存している建築物が多い。近堂、愚峰道、骨堂は国の重要文化財に指定されている。現在の境内地は約3000坪。周辺に駐車場などが整備されている。三門前には小授漬け焼きと呼ばれるけ焼きがあり、このけ焼きを人知れず抱くと子供を授かるという伝承がある。 空海の特古書がかかった柳の木の後には、水、場所などが咲く、低湿地が広がっている。ここから流出する水は、延命健康の冷水とされている。紫陽花寺とも呼ばれ、境内には7000株の紫陽花が植栽されており7月、中旬の花の時期には、紫陽花祭りが開催され賑わう。他に、杉木立ち、筒などが美しく整備され、寺を訪れた、歌人、 廃人が多くの歌役を残している。蓮ンクサミネデラフリ5歳のアヒダより天神が吹く、王朝の夢、ヨサの広しハゼウル色づく谷にうぐひつの穴だか、ゼンケリ、サドレンゲミネ秀ラ、フルこの寺は、サドアジサイの総本山、山口聖師匠比叡神社は、レンゲミネデラの旧陳述者であるが、明治の神仏分離令によって独立した。現在は、 レンゲミネデラとは別法人であるが、境内地は旧来通り一体の空間を成している。慶安五年、相川町奉行であった辻東左衛門の武徒氏が上役との圧力から騒乱となり、一族と共にレンゲミネデラに立てこもるという事件が起こった。これを消費営騒動、またはレンゲミネデラの乱という。辻富士は世上に通じ有能であったため、 相川町奉行に抜擢されたが、当時、佐渡奉行所に横行していた役人の腐敗、不正を生き通り、上役に後期粛清を迫った。こうした辻藤の行動は、上役、同輩からうとんじられ、抜擢人事への妬みもあり、次第に孤立していった。些細な不始末を理由に、小木町番所役に降格、左遷されると、辻藤は、江戸への告発を試みる。しかし、 知人に託した訴状が船のナンパーで海岸に漂着し、上役に知られると、辻藤と奉行所の対立は決定的になってしまう。役向きで相川に向かった辻藤が旧地の住職を訪ねるためレンゲミネデラに立ち寄ると、奉行所側はこれを無本牢城であると断罪して、武力鎮圧に向かった。辻藤とその一族はレンゲミネデラと、 寺に隣接する消費営場に立てこもり汚染するが、最後には全員が自害した。辻富士に加担したとみなされたレンゲミネデラ住職の会計は獄門にかけられた。この事件の発端は奉業所と一役人の間の些細な感情のもつれであったが、刑案の変直後の施錠と相まって奉業所側の過剰反応を誘発してしまったとするのが定説である。また、当時、 レンゲミネデラの治療から砂金が発見されており、この再試権をめぐるレンゲミネデラと奉行所の対立が背景にあるとする説もある。上記のほか、消費営神社の石鳥居と本殿が国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。